ウラジーミル・ウラジーミロビチ・アルチャコフは、ロシアの経済学者、実業家、政治家。2007年から2012年まで、サマラ州知事、統一ロシア所属。モスクワ出身。全連邦工科大学、ロシア公共政策アカデミー、ロシア連邦軍軍事参謀アカデミーに学び、経済学博士号を取得している。軍事科学アカデミー教授。 ロシア技術アカデミー制会員であり、ロシア連邦科学技術賞を受賞している。軍産副合体に長い期間勤めた後、1997年からロシア連邦大統領府入りする。1997年、プロメクスポルト社副社長。2000年から2006年まで、ロスボロネクスポルト社副社長。2005年、アフトバース社、取締役会議長。 2006年12月アフトバースグループ会長。2007年ロシア機械政策同盟第一副議長に選出される。同年8月27日サマーラ州知事代行を経て、8月29日知事に就任する。非生活では、夫人との間に一難がいる。ありがとうございます。